相当地下号、相当地下号、相当地下号はドイツのベルリンにあった相当官邸の地下号を指す。1935年、相当アドルフ・ヒトラーは相当官邸の中庭に地下号を設置させた。当時は主要施設に地下号を設けるのは特別なことではなかった。戦況の悪化を受けて1943年に防御機能を高めた地下壕が 新たに建造された。二つの地下号は階段で接続されており、約三十の部屋に仕切られていた。心臓部分はフラーバンカー、フューラーブンカー、相当地下号と呼ばれ、旧作り部分はボーバンカー、フォアブンカー、旧地下号。辞儀通りに解釈すれば相当地下号の手前に位置する地下号と呼ばれた。地下号は相当大本営としての役割を果たしており、 国防軍最高司令部や陸軍総司令部といったドイツ軍の中枢に関わる人物がここで勤務していた。ヒトラーが関係者以外の立ち入りを禁じたため、ヒトラーの恋人で後に妻となるエイファ・ブラウンら部外者は空襲時に避難する以外は地下号に立ち入らなかった。1945年1月16日からヒトラーはここでの生活を始めた。 ヒトラーと宣伝省のヨーゼフ・ゲッペルスらが相当地下号に居住し、ゲッペルスの家族やナチ党官房長、マルティン・ボルマン等他社は旧地下号に居住した。ソビエト軍がベルリンに迫った4月15日、疎開先のベルクホーフからベルリンに移っていたエーハ・ブラウンは家具を地下号の自室に運び入れさせ、ヒトラーの側で生活することを決めた。ヒトラーや軍事省。 アルベルト・シュペイヤが非難を勧告したが、エーファは、ガンとして応じなかった。ヒトラーは、ベルリン市外戦末期の1945年4月30日に、ここで自殺した。なお、この直前に、ここで、エーファと結婚していた。翌日には、後継首相のゲッペルスも自決し、5月2日には、ソ連軍に占領された。相当地下は、攻撃に耐えられるよう、 厚さが上面で4メートル、刺繍と下面では最低でも2.5メートルもの、コンクリートによって作られ、深さは15メートルに達した。構造は強固で、空襲やソ連軍によるベルリンの戦いにも耐え抜いた。相当地下号は、地下水位よりも低い深さに、旧ごしらえで建築されたため各所で水漏れが起きており、 ヒトラー自身が換気を嫌ったため空調は良好ではなく、決して完璧な作りとは言えなかった。また、当初こそヒトラーが嫌っていた喫煙は固く禁じられ、利用者もそれを守っていたが、戦況が絶望的になるにつれて、ヒトラーの姿がないところで、堂々とタバコを吸うようになってゆき、末期にはヒトラーが目の前を通り過ぎてもタバコを吸うようになった。4月20日。 ヒトラーは56歳の誕生日を地下号で迎えた。ヒトラーの誕生日を祝うために、空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリング帝国元帥、海軍総司令官、カール・デイニッツ元帥、国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル元帥、外省ヨアヒム・フォン・ィッペントロップといった西軍の高官が集まった。同日午前、ベルリン市内に対するソ連軍の砲撃が始まり、 いよいよベルリンが戦場となることは明白であった。ヒトラーに祝意を表明した後、ゲーリングとカイテルは国防軍最高司令部と陸軍総司令部、空軍総司令部の大部分の機能をベルリンから避難させる許可を求めた。ヒトラーは許可を与え、ゲーリングらの動向も認めた。さらに北部ドイツの軍資機械をデーニッツ元帥に委託した。この時点では、 南部ドイツの指揮権については言明せず、ボルマンをはじめとして、ヒトラーがやがて南部に避難すると見るものも存在した。しかし、翌21日未明になって、ベルリンを離れない意志を言明し、オーバーザルツベルクに、狼は、ベルリンに留まるという原文が打電された。狼は、ヒトラー個人を指す暗号である。アドルフは、高貴な狼という意味であり、またヒトラーはしばしば、 狼という意味のボルフという偽名を使用していたため、しかしゲリング、デーニッツラ軍交官は決定に従い、ベルリンを離れることになった。4月22日午後3時、相当地下号で作戦会議が開かれた。しかし、ベルリン防衛の不活発さに激怒したヒトラーは自殺をほのめかし、その意思はボルマンをはじめとする幹部にも伝えられ、校内の人々にも伝わった。 カイテルとヨードル作戦部長、ボルマンが説得したため、ヒトラーの精神は落ち着きを見せたが、カイテルらの避難勧告には応じなかった。同日午後8時45分、総統副官のプットカマー海軍少将、シャウブ新衛隊大将、ヒトラーの主治医、モレル、女性秘書官の都などの職員が、近後から退去し、オーバーザルツベルクのヒトラー3層ベルクホーフに避難した。しかし、エーファや、 秘書官のユンゲ夫人らは、ヒトラーの勧告にもかかわらず、退去に応じなかった。一方、午後8時には、ゲッペルスの夫人、マクダと、その6人の子が、地下号に入り生活するようになった。4月23日、ヨードルからヒトラーの自殺意志を聞いたコラー空軍参謀総長が、地下号を脱出し、オーバーザルツベルクのゲーリングの元に向かった。これを受けたゲーリングは、 連合軍との降伏交渉を始めるべく、ヒトラーに相当権限の異常を確認する伝文を送る。激怒したヒトラーは、ゲーリングの逮捕と監禁を命じた。この日のうちにリッペントロップは、ドイツ北部に疎開し、翌4月24日未明にはシュペアが、地下号から退去した。この頃の地下号の様子を、シュペアは、英雄気取りのゲッペルス、疲れ切った、ヒトラー。 権力闘争に燃えるボルマン、異常な多数者の中で、エヴァだけが冷静であった、原文からのこぼしと解雇している。同日、ベルリンの北、ラインスベルク近郊ノイルフェン基地に、カイテルやヨードル、国防軍最高司令部と、陸軍総司令部の人員が集まった。ヒトラーの許可を得て、陸軍総司令部の統帥任務は解除され、国防軍最高司令部が、陸軍総司令部を吸収して、 ベルリン防衛の指揮を取ることになった。4月25日正午ごろ、ベルリン市はソ連軍によって完全に包囲された。4月26日、グライム空軍上級大将が女性飛行士、ハンナライチュの操縦する飛行機に乗ってベルリン市に入った。ソ連軍の対空砲火を切り抜け、砲撃で破壊された滑走路を使っての着陸であり、 地下壕の人々は大いに湧き立った。クライムは即日減水に昇格し、ゲーリングの公認の空軍総司令官に任命された。4月27日、エーハブラウンの妹グレートルの夫であり、新衛隊全国指導者連絡官のフェーゲライン、新衛隊中将が国外逃亡を図ったとして逮捕された。28日には、新衛隊全国指導者ヒムラーが単独で、 和平交渉を行っていることが発覚した。フェーゲラインは処刑され、ヒムラーはすべての役職から解任された。4月29日午前0時ごろ、真空軍司令官グライムスイとライチュが、ヒトラーの指示でベルリンを脱出した。この時、地下号にいた者たちがライチュに手紙を託している。その後、ヒトラーは、秘書官のユンゲプ人を呼び出しての口実を行った。 政治的遺言では、自らのこれまでの運動を総括し、自らの死後に発足する新内閣の閣僚指名を行い、大統領に、デイニッツ、首相にゲッペルス、ナチ党担当大臣として、ボルマンを指名した。また、個人的遺言では、エーファとの結婚や自殺後の遺体処理方法、遺産の管理を明らかにした。遺言書の公述が終わった午前3時頃、 ヒトラーとエーハは結婚式を挙げた。ゲッペルスとボルマンが立ち会人とい添えを行い、ベルリンオーク下区監督官によって結婚登録が行われた。その後、紹介議室で簡単な披露宴が行われた。午前四時、ユンゲプ人はヒトラーに聖書した遺言書を見せ、ヒトラーやボルマンらの署名を受けた。ゲッペルスは遺言書にホイとして、自らがベルリンで死ぬことを書き記した。 4月29日午前8時、ヒトラーはユインゴン賞、デーニッツ、中央軍集団司令官シェルナー元帥、そして、ナチス党発祥の地であるミュンヘンの党本部に届けるよう死者を送り出した。このほか幾人かの総統副官に脱出許可を与えた。午後3時、ヒトラーは、ムッソリーニ処刑の報道を知った。午後6時、ゲッペルスの子供らも招いた。 ベルリン市民とのお別れパーティーが行われた。午後10時には作戦会議が行われ、ベルリン防衛軍司令官のバイトリング大将から戦闘は4月30日夜までしか継続できないという連絡が入った。午後11時、相当副官空軍大佐がヒトラーの書いてる宛書簡を持って地下号を脱出した。ただし、ベローは危険を感じて、 書簡を破棄したため正確な内容は伝わっていない。4月30日午前2時、地下号に残った女性秘書たちのためのパーティーが行われた。このパーティーの最中、ヒトラーは内科主治医であるハーゼ新英隊中佐に自殺方法について相談している。ハーゼは生酸狩りと拳銃を併用する自殺方法を提案した。すでにヒトラーは 主治医のシュトンプフェーカー新兵隊中佐から自殺用の生酸カリのカプセルを受け取っていたが、ヒトラーは生酸カリの効力に疑問を抱いていた。そこで、ヒトラーの愛犬であるブロンディが実験台となり、生酸カリで虐殺された。正午、ヒトラーはボルマンとギュンシェ新隊少佐に午後3時に自殺することを伝え、遺体を焼却することと、 地下号は爆破せずにそのまま残すことを命令した。午後1時、ヒトラーは、ユンゲとクリスティアン、栄養士のマンツヤリを同席させて、最後の食事をとった。午後3時、相当地下号の廊下に側近が整列し、ヒトラー夫妻との最後の別れを行った。居合わせた全員が無言であり、ただ握手を交わすのみであったという。ヒトラーとエイファは、ヒトラーの居間に入り、 リンゲ親衛隊少佐が扉の鍵を閉めた。午後3時40分、ゲッペルスらが居間に入ると、ソファの手前でエイファ、奥にヒトラーが死んでいた。主治医、シュトンプフェカー親衛隊少将がヒトラー夫妻の検視を行い、死亡を確認した。午後4時、相当官邸中庭に掘られた穴にヒトラー夫妻の遺体が置かれ、ガソリン180リットルを注いだ上で、 ボルマンが添加を行っていたいは焼却された。ヒトラーがいなくなると、地下号には、巨奪感が広まり、今までヒトラーに遠慮していた喫煙者はおっぴらに、タバコを吸い始めた。午後6時、ボルマンは新大統領に指名された、デーニッツ元水に連絡を取り、大統領就任を伝えた。5月1日、地下号から、参謀総長、クレープス大将が脱出し、 ソ連軍第8新英軍司令官、チュイコフ上級大将に、停戦の申し入れを行った。クレープスは、ベルリン防衛軍の無条件降伏を条件とする一時停戦で、合意したが、降伏を認めない首相ゲッペルスは拒否した。午後3時15分、ゲッペルスはデーニッツに、ヒトラーの自決とデーニッツによるヒトラーの死の公表を、委任する電報を送った。午後5時頃、 ゲッペルスの6人の子供たちが制裁狩りで毒殺された。午後6時半、ゲッペルスは最後の閣議を行い、午後8時半にゲッペルスと夫人、マクダは拳銃で自殺した。ベルリン防衛軍司令官、バイトリング大将はソ連軍に降伏を申し入れ、その交渉の間に地下号の人々は脱出することになった。クレープスと、総統副官ブルクドルフ大将は、 地下号で自決したが、残った地下号の人々は10組に分かれて脱出した。5月2日、ベルリン防衛軍は正式に降伏し、地下号はソ連軍に占領された。相当地下号の見取り図。部屋の配置及び機能の出展。戦後はソ連や旧東ドイツ政府によって取り壊そうと試みられたが、あまりにも強固な作りだったために完全に撤去する。 ことはできなかった。1990年代の大規模宅地開発の際にも掘り起こされたが、後に埋め戻されている。ネオナチの聖地になる懸念から、長年跡地を示すものは特になかったが、2006年6月8日に案内板が設置された。現在の跡地には駐車場などが存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。